こんにちは、情景描写ピアニストの山地真美です。日本各地の情景や文化、歴史をテーマに作曲と演奏をしています。現在音楽と映像で日本百景を描く浮世音の作品制作を進めています。この動画シリーズ日本音話では、明日から誰かに話したくなるような日本各地の雑学や豆知識を私の情景描写音楽と一緒にお伝えしていきます。今回のテーマは岡山県真庭市にあります蒜山高原です。それではこの蒜山高原について知っていくとちょっと楽しめる3つのポイントを簡単にまとめました。それでは1つ目のポイントです。蒜山高原は標高500から600メートルのところにあり、岡山県と鳥取県の県境に位置しています。放牧場や遊園地、キャンプ場などが立ち並んでいて、西日本のリゾート地とも言われています。関西中国地区の軽井沢と言われることもあるそうです。天候が良ければ、中国地方一番の標高を持つ大山を見ることもできます。二つ目のポイントです。蒜山高原の広々とした牧場に行くと、春から秋にかけてはジャージー牛の放牧を見ることができます。飼育数はなんと日本一で、日本全体で飼育されているジャージー牛の4分の1にあたる2000頭がこの蒜山高原で飼育されています。ジャージー牛の濃厚な牛乳を使用した乳製品や肉製品は蒜山高原の名産になっています。3つ目のポイントです。ジャージー牛は近くで見ると大きな目をしていてとっても可愛い顔をしています。たくさんのジャージー牛の中でもおでこにハート柄のある1匹のジャージー牛はラブリーちゃんと呼ばれていて、観光客の間でも大人気のアイドル的な存在になっているそうです。それでは今回のテーマ、蒜山高原をピアノの音楽に描写していきたいと思います。メロディーの音程に広い跳躍をつけることで、高原の広々とした様子を表現したいと思います。例えばこのような感じです。また、同じメロディーを繰り返すことで印象付けていきますが、繰り返す中でも少しずつ伴奏のハーモニーを変化させていきたいと思います。このことで、山あいにあって変化しやすい高原の天候の微妙な変化や、雲の移り変わりなどを表してみたいと思います。それでは実際にピアノを演奏してみます。
いかがでしたでしょうか。ぜひ本文のリンク先から浮世根本編の作品もご覧になってください。それではまた次回。